いい感じに酒の水分で蒸されてうまいんですよ。もやしもいい感じに火が通ってて。どうも、35歳独身、松梨です。ということで、今回ですね、私、35歳独身、作りますですね。焼きそばです。僕がマジでやる気のない時に作る焼きそばなんですけども、僕がもやしだけ、50円ぐらいで作れます。副業で料理研究家やってるんですけども、その時に考え出してます。それを今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料ですけども、焼きそばですね、これマルちゃんこのね、ソース付きの焼きそばだったら、大体何でも作れますから、麺がね 150g のやつがうまいです。もやし半パック分なんで 100g、 かつお節大体 2g、 これ 2.5g ぐらいあるんですけども作っちゃいます。あと調味料は概要欄に載ってますので、そちらチェックしてみてください。じゃあやっていきます。2日なんで飲み物ね、炭酸水水分補給してください。まず耐熱容器、僕はこういうのを使って、陶器のやつあるんで使ってるんですけど、ない方はプラスチックのタッパーでもガラス、ボールでも何でもいいです、はい、ここに鰹節入れます。大体ね50秒、鰹節がね入ったやつとかってめちゃくちゃ美味しいので。アゲート食ったな、月収9万円で手暮らした時。はい、ということで、青さんの昔話はいいので、くしゃくしゃにすることによってカツを粉にしていきます。こうするとね、焼きそばに絡んでめちゃくちゃうまいんですよ。焼きそばね、もやし 100g、 もう全部この中で完結。サラダ油でも全然いいんだけども、あるとラードね、そんな高くないんで、一回買っちゃったら結構持つから、ラード小さじ 2杯ぐらいね。なければサラダ油全然いいから。焼きそばっていうのは水分で炒めるようにできてるんで、水分がないとダメなんですけど、これ水じゃなくて酒でやる。そうするとね、旨味が深まる。これは普通の清酒、僕は清酒使いますけど、料理酒とかでもいい。例えばオイスターソース、なければめんつゆとかでもいい。粉末の、これも無駄にしない、美味しいから。これね、この粉末ソース、これ全部入れちゃっていい。なるべく安く手間なく腹膨らましたいっていうのが今日のシリーズなんで、ね、カレー粉小さじ1/4。カレーとソースの相性ってめちゃめちゃいいので、これ入れると結構本格的な香りがします。黒胡椒ね、まあなければ普通の胡椒でもいい、はい、蓋なかったらラップでいいですから。これで3分20秒、一人暮らししてる人はね、パスタはもちろんだけど、あとご飯ね、一気に5合炊きの炊飯器とかあったら5合炊き全部入れちゃって、全部個別にラップして冷凍庫入れるといいですね。ずいぶんあれに助けられた。順調終わりました。これね、一回混ぜて、いい感じに酒の水分で蒸されてうまいんですよ。仕上げに和からし、これぐらい、まあ、3-4cm、これはもうお好きにでいいです。僕は結構辛いの好きだから入れちゃいます。これ入れると段違い、辛みが加わってね、めちゃくちゃスパイシーで美味しくなるんで。もやしもいい感じに火が通ってて、まあ、マヨシ凝ってください。ここにね、35歳独身の朝ごはんが完成です。いただきます。鰹節が絡まってんだからね、上にもやしだけでも結構うまい。うん、麺がね結構もちもちしててベシャベシャしてないんだよね。鰹節が余計な水分吸い取ってくれてるんで、もちもちしててベシャっとしてないです。だしの香りがすごい、屋台で食べるやつ。そうみたいな、10円で幸せ買えるんだ。てさ、グー、35歳独身の飯を食う。はい、いただきます。うまっ。焼いてないこれ。焼いてないのに焼いた味なんでしょ。しっかりやっぱ味ついてて、一瞬で食っちゃいそう。鰹節は香ばしいから、焼いた香ばしさが出る。スパイシー。35歳独身はスパイシーなんだよ。でも終わろうか。カメラ止めろ。
ましたが、スイーティー。スイーティー。はい。いや、まあ、まあ、じゃあもう終わろうか。うん、まあ、結婚しな。いや、相手でいいねし。まず、彼女、彼女さん。相手いいねし。相手いいねし。相手いいねし。カメラ止めろ。